失敗することも多い焼き餃子。絶対に失敗しない餃子の焼き方があるんです。ポイントは2つだけ。1、隙間を空ける。2、お湯を使う。どういうことなのでしょうか。料理好きの佐々木快アナウンサーが作ってみました。最初のポイントは餃子同士の隙間を空けて並べること。火を止め、温めたフライパンの上に多めに油をひき、間隔を空けて餃子を並べていきます。次のポイントはお湯を使うこと。火をつけ、水かさが2ミリくらいになるようにお湯をかけます。お湯を使うことでフライパンの温度が下がらず、茹で蒸す時間が長くなるのを防げます。水じゃなくてお湯なんですね。じゃあ蒸します。蓋をして茹で蒸していきます。4分から5分経って餃子の皮が透き通ってきたら、蓋を開け水分を飛ばしていきます。おお、美味しそう。うわー、グツグツジュージュー、皮がしっかり焼けている音が聞こえてきています。餃子が焼き上がったら、フライパンの中に皿を入れて油を切ります。レシピ通り慎重に作ってきた絶対に失敗しない餃子の焼き方、その仕上がりは、おおおお、見てください、すごい、これ焼き目綺麗。いや、私こんな完成度高くできたの初めてです。こんな見た目ね、本格的になるんですね。